おい、こんな夜中に誰か来たみたいだぞ。なんだ、お化けのやつらか。諦め悪いんだぞ。俺、エース、ちょっと中に入れてよ。エース、こんな時間にどうした。ギギ、その首輪は。もう絶対ハーツラビルには戻んねえ。今日から俺、ここの寮生になる。なに？その首輪って、俺様が入学式であの赤毛の上級生につけられたやつだぞ。お前、なんでそんなのつけられたんだ。あると食った。そうだよ、それだけ。小腹が空いたから寮のキッチンに行ったら、冷蔵庫にタルトが冷やしてあったんだ。しかもホール3つ分も。だから。はあ、初日から疲れた。夕食食べ損ねたし腹減ったな。なんか冷蔵庫に入って、あっ、タルトがある。うん、まそう。こんなにあるんだし、一切れくらい食べてもわかんねえよな。いただきます。あ、うん、うわ、なにこれ、うまっ。おいしくて当たり前だ。だってトレイの作ったタルトはいつでも絶品だからね。いや、これマジうまいよ。店で売ってるのよりって寮長。僕のものに手をつけるなんて、いい度胸が終わりだね。ハートの女王の法律第89条、女王の許しなくタルトを先に食べてはならない。タルトの窃盗は許しがたい重罪だ。オフイズユアヘッド。ってわけ。どっちもどっちなんだよぞ。たかがタルトを盗み食いしただけで魔法封じされるのはおかしくね。魔法師にとっては手枷と足枷つけられるみたいなもんじゃ。しかも3ホールもあるんだよ。絶対一人で食い切れねえだろ。心が狭いにも程があるでしょ。だろだろ。もしかして3ホールもあったならパーティー用かもしれないんだぞ。誰かの誕生日とか。俺様名推理すぎるんだぞ。誕生日？俺、監督生なら絶対に寮長が横暴だって言ってくれると思ってたんだけど。マジで？食べ物の恨みは遅いんだぞ。あ、そういえば俺様もまだ学園長からツナ缶もらってねえんだぞ。わかったよ、謝ればいいんでしょ。監督生が提案したんだから一緒に来いよな。じゃあ、とりあえず今日どこで寝ればいい？おめえ、本当に泊まる気か？俺様とこいつの部屋以外、
まだどの部屋も埃だらけなんだぞ。寝るなら自分で掃除しろ。げっ、掃除とか絶対嫌だ。監督せ、部屋に泊めてよ。俺スマートだから幅取らないしさ。ね。ちっ、ゲチ。いいですよ。一人寂しく談話室のソファーで寝ますゆうで。おやすみ。誰だよ、こんな朝っぱらからドアをどんどんするの。うげっ、このボロ屋敷、振動でホコリが落ちてくる。ああ、はいはいはい、今出るからドア叩くな。やっぱりここに来てたのか。ゲ、デュース。他の寮生から話は聞いたぞ。お前相当バカだな。うっせ、お前にだけは言われたくねえ。ところで寮長まだ怒ってた？そうでもない。少しイライラしている様子で起床時間を守れなかったやつが3人ほどお前と同じ目に遭ってたくらいだ。全然そうでもなくねえじゃん。めっちゃ怒ってるじゃん。おう、どけどけ。今日からナイトレイブンカレッジの生徒である俺様のお通りなんだぞ。見ろこの首輪を。お前のダセー首輪と違ってめっちゃ決まってるんだぞ。しかもお前今は魔法が使えないんだろ。今日は一日雑用係として学校の掃除でもしてたらいいんだぞ。いい気分。お前、俺が魔法使えるようになったとき覚えてろよ。昨日学園長から騒ぎを起こすなと言われたばかりだろう。とにかく魔法が封じられたままでは授業もろくに受けられない。ローズハート寮長に謝って外してもらったらどうだ。くっそ、超納得いかねえ。まだ授業が始まるまで時間があるし、俺様は別の寮も興味あるんだぞ。エースが謝りに行くついでに見学してやろう。偽物じゃねえぞ、チキショー。めっちゃ豪華だ。俺様たちの寮と全然違うんだぞ。やばいやばい、急いでバラを赤く塗らないと。お、誰かいるんだぞ。おっと危ない、塗り残しは首が飛ぶぞ。君たち何か用？それ何してんの？これ見ての通りバラを赤く塗ってるだけだけど。え、なんでそんなこと？反応がフレッシュで可愛いね。ってよく見たら君たち昨日10億マドルのシャンデリア壊して退学騒ぎ起こした新入生じゃん。俺たち卒業までシャンデリアのことずっと言われそうだな。しかも君はその日の晩に寮長のタルトを盗んで罪の上塗りをした子だ。学校中で話題のニューカマーと朝一で会えるなんてラッキー。ねねねね、一緒にシャメ取ろうよ。イエーイ。あ、これマジカメあげていい？タグ付けしたいから名前教えてよ。デュース・スペードです。エース。グリムとその子分なんだぞ。
アップ完了と。あ、俺はデュースちゃんたちの先輩で3年のケイトダイヤモンドくんです。ケイトくんって呼んでね。ケイくんでもいいよ。よろよろ。あ、君噂のオンボロ寮の監督生になったことね。よくあんなとこ住めるね。暗そうだし、マジカメ映え最悪って感じ。ほんと同情する。こいつ、さっきからちょいちょい失礼なんだぞ。って、話し込んでる場合じゃないんだった。パーティーの開催は明日。遅れたら首が飛んじゃう。ねえねえ、君たち、バラを塗るの手伝ってくれない？つか、なんでそんな変なことしてんの？だって、パーティーの日のバラは赤がフォトジェニックみたいな。俺、次はパーティーでやるクロッケー大会のためのフラミンゴに色をつける仕事があるから忙しいんだよね。フラミンゴに色をつける？変な仕事ばっかりなんだぞ。つまりエースが盗み食いしたタルトは寮長の誕生日パーティー用だったんですね。だからすごく怒ったと。にゃ、違うけど。違うんかい。じゃあ誰の誕生日なんすか？誰の誕生日でもないよ。明日は我が寮伝統の何でもない日。おめでたい誰の誕生日でもない日を選んで寮長の気分次第で突然開催されるティーパーティー。なんだそりゃ。とにかく理由はあとあと。今はバラを若くしてくれればいいから。リュースちゃんとグリムちゃんは魔法でやれるよね。エースちゃんと監督生ちゃんは魔法が使えないからこれ便器。魔法で色を変えるですか？そんなのやったことねえんだぞ。オッケー、大丈夫、リラックス。なんとかなるなる。寮長に首はねられたくなきゃ急げ。
赤、赤、それ、なあ、青になった。色よ変われ、それ。バラが燃えちまったんだぞ。想像以上に容量悪いな、君ら。つーか、バラは白いままでもよくね？綺麗じゃん。こればっかりは伝統だからね。なんでもない日、おめでとうパーティーの日のバラは赤。クロッケはバットに七色のフラミンゴ、ボールにハリネズミを使うのがお決まり。ああ、でも春の庭でやる花たちのコンサートではバラは白。これも大切なポイントだよ。変な決まりばっかりなんだぞ。これはグレートセブンの一人、ハートの女王が決めたルールなんだって。リドル君は歴代寮長の中でもかなりガチガチに伝統を守ってる真面目な子だからね。ま、ちょっとやりすぎなところも否めないけど。あ、そうだ、俺もこんなことやってる場合じゃなかった。寮長に話があるんですけど、まだ寮内にいます？ん？まだいる時間だと思うけど。ところで、寮長のタルトを盗んだエースちゃん、お詫びのタルトは持ってきた？え？いや、朝一で来たから手ぶらっす。あっちゃー、そっか。それじゃあ、ハートの女王の法律第53条、盗んだものは返さなければならないに反してるから、寮には入れられないな。はあ？なんだそりゃ。この寮にいるからにはルールに従ってもらわないと。見逃したら俺も首をはねられちゃう。悪いけど、リドル君が気づく前に出てってもらうね。え、ちょ、あの顔絶対本気じゃん。お前ら何とかして。なんで俺が。頼むよ、俺今魔法使えねえし。うわ、来た。俺のかっこいいとこ拡散してね。拡張戦闘モードを起動します。わかった、いいぜ。情けねえつらくな、はい、お助けするよ。うらっ。まずはやるか。はい、これで。いいぜ、任せろ。やり、知らん。やる気か。ビシッと引くよ。逃げんなよ。どうせ戦うのなら美しく勝ちたいものだ。それじゃあ、タルト持って出直してきてね。バイバーイ。なんなんだよ、あいつ。倒しても倒しても湧いてきた。幻覚魔法か何かか。それより、タルトがないなら門前払いなんだろ。俺ら最初から手ぶらだったじゃん。バラを塗るのだけ手伝わせやがって。ちゃっかりしてるんだぞ。じゃあお詫びのタルトを用意して出直したな。放課後にでも。あっ、やばい。まずい、もう予定の時間過ぎてる。遅刻するぞ。俺様の輝かしいスクールライフ1日目に味噌がついちまう。お前たち、教室に急ぐんだぞ。そういえば、監督生たちのクラスどこ？1年だろ。
学園長が1年 A 組って言ってたぞ。なんだ、同じクラスじゃないか。1次元目は魔法薬学だな。なんか楽しそうなんだぞ。結局魔法使えないままだけど大丈夫なんかな。Hey guys, thanks for watching this video. If you like this video, be sure to leave it a like. And if you want to see more of my future content, be sure to hit the subscribe button. And to stay up to date with all of the releases that come out daily, be sure to click that bell. And if you're feeling a little bit generous, why not check out my Patreon page? Link is down in the description. And as always, until the next video, hasta.